父の帰り道ですけども、以前あちらの方を、帰っていった時に、老朽化して、解体しなければならない建物を撮影してました。今度はこちらの方から、進んでいきます。以前も見ましたけども、解体しなきゃならない建物、複数ありました。まずこちらですね。多分人も住んでらっしゃらないと思います。もうだいぶ、金属部も錆びて、まあもしいたらあれですけども。崩壊した時はね、やっぱり危険ですからね。あとはこちらの建物、こちらも壁に亀裂、壁が入ってますね。で、あちらの建物ですね、ちょっと壁の部分に入った方が分かりやすいかな。ああいう風に建物に亀裂がたくさん入っていて、まあ、あちらの建物は向こうの方からちょっとだけ中に入ってきて歩いた時に撮影しました。あの奥の方の家とかもなんか放置されてるような気配ありますよね。ここは港川9丁目22です。電信柱に記載してる内容ですね。で、次、この建物、こちらも亀裂が、かなり入ってます。その奥とかもそうかもしれないですね。向こう歩いたかな。ちょっとこのまますぐ行ってみますね。菊水町9丁目の位置です、現在。この建物、多分放置されてるんでしょうね。あの木の生え方とか入り口見たらもう、そういう状況ですね。まだ住めそうですけども、わかんないですね。どうなのか。向こうの方も老朽化した建物、アパートみたいな壁の方、奥から2軒目か3軒目ぐらいですね。そのあたり、ちょっとこちら行ってみます。まあ、こちらも横から見たらだいぶ亀裂が入ったままなんですよね。まあ、この近辺は、この間撮影した部分とこれくらいかもしれないですね。これぐらいみたいですね。あとこちらのアパートですね。こちらも古いですね。相当古いです。多分、まあ、人も住んでないんじゃないかなとは思いますね。あちらも解体対象でしょうね。ずっと放置されてしまうと本当にもう後で、日本中至るところでこういう風な状況でしたからね。大阪歩いても解体しなきゃならない建物なんて山ほどありました。まあもうこの辺まで来たら大通りですんで、まあこれぐらいにしときましょうか。あとは長田駅の周辺、一度撮影したんですけどね、新鉄、神戸電鉄長田駅の周辺ですね。まあ向こうの方ちょっと入っていても老朽化した建物が何軒かあるんですけどね。一旦電源切ります。
兵庫区、日踊越町、3丁目ですね。ちょっとこちらの方を歩きながら、神戸電鉄長田駅の方へ向かいます。まあ、こちらの建物もそうなんじゃないかなっていうところと、あとこちらもですね、どうなんでしょう、人住んでらっしゃるかもしれないですね。右手の方、ただ左手の方、家がくっついてしまってますもんね。解体するのと、あとこの辺りも物気の殻なんじゃないですかね。こちらどうなんでしょうね、よくわかんないですね。この辺りも物気の殻のような業札ないですね。この辺りもそうですね、日踊越町4-4。もうこれも明らかにもう放置されている建物ですね、バラックの。まあ伝統もそうなんでしょうけども、相当あの老朽化を取り越している状態ですね。こちらもそうなんでしょうね。なんかバラックが何か積み上がってますけども、こちらですね。まあ重機をどうやって入れるかっていうところですよね。こちらは人がまだ住んでらっしゃるみたいですね。分かりませんけど、こういったところは綺麗で、新しい家が治安自体浸水が建てたんだと思われる家で、その奥ですね、あちらのアパート、あちらも多分誰も住んでないと思われます。で、目の前に今のアパートメントっていうところがありますね。収納スペースなんでしょうね。そんなに店舗内に置いとかなきゃならないもの以外がそんなにあると思えないんですけどね。基本的に民間人の方でよっぽどお金持ってる方じゃなかったら、月々あんなにお金払ってたら自分の家とかはね。まあ、こちら建物の亀裂っていうのはひどいですね。あとはあの辺りの家、相当古そうですね。屋根の上に上がれるように何か階段がついてたんですかね。まあ多分人いらっしゃらないんじゃないかなと思われます。ちょっと電源切ります。今はまあ、あの電信柱とかいろいろあると思いますけども、沿道に木植えてます。で、電信柱ってもともと田舎の方とか木を使ってたんですね。で、ああいう風な木、もしこの今中央のあの電信柱が老朽化してきた時に、あちらの右手にある木とかに上の方の枝をすべて切って、で電信柱として使用するとか、まあそういう風な方法とかも考えた方がいいかもしれないですね。まあもともと小学生の頃とかはそういう風な話聞いたことはあります。父親が四国出身で四国の方とか行ったことありますから、木の、僕が子供の頃は木の電信柱とか結構ありましたからね。世の中本当は大体そんなものですよ。何かすごいものを作りすぎて感覚がおかしくなりすぎて無理のありすぎる社会、結局コンクリートだってこういう風に亀裂がね、一部入ってきたり、まあ
見間違いか、これは違いますね。まあけどコンクリートの電柱とかも中に鉄骨が入ってるわけじゃなくて、確か鉄筋だったと思います。ですのでやっぱり大きなトラックとかにぶつかれたら折れますね。で線が上の方でつながってるって耐久力高いから、なんとか電柱が倒れなくて済んでるだけで、だからまあ生きてる木の方が丈夫なんは丈夫ですから、だからそういう風な形で木を電信柱にって、まあ、使えそうなところですね。まあ今更こんなところに木植えてもしょうがないんで、もともと植えてるところをそういう風に活用したらななんてことをね、二十歳過ぎの頃に撮影しながら言ってたような気がします。一旦電源切ります。新鉄長田駅、あちらが新鉄の通ってる線路なんですけども、まあ、あちらの方のアパートも物気の殻じゃないですかね。ずいぶん昔から。そしてその下のところ、あちらも解体対象じゃないかなと思います。住んでる方が、いらっしゃらないのであれば。で、今電車通ってますけども、あちらのアパートもですね、老朽がかなり広くなってます。それとあちらの建物ですね、こちらも物気の殻でしょうね。でその奥の建物、その隣もそうなんじゃないですか。この辺りはこういうところが結構多そうですね。こちらの建物もどうなんでしょう。なんかもう人気なさそうですよね。こちらも解体対象だと思われます。こちらもそうですね。こちらの閉店されてるお店もそうなんじゃないですかね。もう人住んでらっしゃないんじゃないですかね。あとはこちらの家もこのように見受けられますね。さあちょっと、この辺り一旦どうしよう。今日なんか撮影やめたらまた出てきそうですよね。解体対象になっていそうな。こちらも多分ペンキ塗っただけでなんとかごまかしてるだけでしょう。亀裂とかいっぱいありますから。どう歩いたかな。あ、そうですね、こちらから見たこんな建物ですね。こちらの建物とかもそうなんじゃないですかね。以前向こうから歩いてきてたのかな。向こうから歩いて確か新鉄長田の方、長田駅の方行きましたね。それまでの間老朽化した建物いくつもありましたね。もしこちらしかまだご覧になっていらっしゃらない方いらっしゃいましたら、淡井圭介よりの、自然、河川水門、河川水門ダム発電、向こう側、河川水門
ラム発電向こう側、総括線34などをご覧になっていただいたら、よくわかるかと思います。まあ、あちらの方のところとかですね、ああ目の前にも見えてきましたね。こちらももう長い間放置されてるんじゃないですかね。この建物です。ちょっと向こうを歩いていくときりなさそうなんで、一旦長田駅の方へ向かいます。でこちらの建物もまあ亀裂が入ってる建物なんですよね。でもしかしたらまだ人が住んでらっしゃるかもしれないです。まあこういった竹やぶとかね、カットして、まあ中の方でこの積み上がってるんですよね。枯れてる竹が、こういうのを燃やしてあのバイオマス発電とかにしなかったらやっぱりもったいないんで、まあこういうふうな瓦礫とかはやっぱりどこか地下に空洞があったらそこを解体、そこに、破砕して、投棄して、でコンクリートを流し込む。あとまあこの辺りも老朽化した建物ですね、ずいぶん前から放置されてるかと思われます。あとはそちらの長田駅の近辺のところですね。まああちらの角の家の建物と、あと長田駅の目の前のところとかもそうだったと思います。どこかね結構老朽化した建物があったと思います。余計な人間合わせんといてよ。関わろうとせんといて、あんたたち他人や。ずっと絡んでいきよ。注意しました。で、あちらの老朽化したアパートですね。それとこちらの老朽化したアパート。こちらも。まあ、あちら見ただけでかなり古いのは目に見えてわかるかと思いますけど。こちらもそうですね。まあ、いずれ倒壊の危険性があると。まあ、そういうことですね。こちらもそうですね。で、あちらの方もそうですね。まあ、これぐらい入り口が施錠されてるものが、ああいうような木の扉で、まあ、もう相当古いと思います。これは一度撮影したんですけどね、それが一度台無しになってしまって、で今この目の前のものが何か上はどうこうって言ってましたけど、あんたが関わりすぎや、逆や、あんた赤の他人や、自分の立場わきまえ、迷惑防止条例違反とストーカー行為法違反や、付きまとい行為。